と1973年のちょっと抜粋して入れていきたいんですけど、コルクが途中で折れた時どうするのっていう質問とかがあったんで、あえて折ってそれをサービスしていこうと思うんですけど、そうですね、そしたら73年ですけど、これちょっともうコラバンでサービスしてるので半分液体がない状態になるんですけど、コルクの動きを見ていきたいので、普通ここ切らないんですけどちょっと切っていきます。で、あんまりその古いワインとか開ける自信のない方とかはこれ取っちゃった方がいいですね。このフィルムを取った方がこう分かると思うんですけど、フィルムを取った方が分かりますか、ここ今コルクここにあるじゃないですか、そのコルクの動きがすごい見えるようになるので、こういうふうに取っていった方がいいと思います。で、こういう形で斜めにこう入れていくんですけど、ちょっとあえて真ん中で折りたいんで、ちょっと雑に開けちゃいますね。今これ半分くらい取れてるんです。これ多分すぐ綺麗に取れちゃうパターンだと思うんですけど、これあえて折った状態でどうやって開けていくのかっていうのを見せたいんで、あえて折ります。コルクをこう開けてった時に半分でこう折れてしまったらどうやってやるのっていうのをちょっと見せたいんですけど、まあ、こんな感じでコルクの動きがちゃんと見えるので、綺麗に開けていけば全然大丈夫なんですけど、で、こうこのまま縦に入れるとコルクが落ちていってしまうので、コルクを斜めに入れて力が分散するように開けていきます。こうやっぱりグッとこのまま普通の若いコルクを開けるに差し込んじゃうと力がこのまま下に行っちゃうんで、コルクがこのままポツンと落ちちゃったりとか、コルクが折れちゃったりするんですね、途中で。で、斜めにこう開けることに、スクリューを斜めにこう入れることによって自分の力がこうやっていろんな方向に分散されるんで、柔らかくコルクを開けることができます。これ折れてしまった時のやり方なんですけど、このフィルムを取って焦らず、焦るとやっぱコルク落ちちゃうんで、焦らずこう斜めに入れて親指で支えてあげて、ゆっくりとスクリューを入れてあげます。このスクリュー上げてる入れてる最中にもこういうふうに折れていってしまうんですけど、基本的にコルクが下に落ちなければ別にここの瓶の上から下に落ちても全然関係ないので、あんまり気にしないでください。今コルクのスクリューをゆっくり入れているんですけど、見えますかね、あんまちょっと見づらいんですけど、こういう形でスクリューがちょっと見えてきてると思うんですね、ここの部分に。で、スクリューが見えてきてるとこのまま引っ張って開けることができるんで、スクリューをこう、もうコルクをテコの原理で抜くっていうよりは引っ掛けて抜いていくっていう感じの方が古いワインのサービスは正しいと思います。若いワインとかはテコの原理でこう抜けますけど、古いワインのコルクってもう柔らかくなってるし細くなってるんで、テコの原理で一生懸命抜こうとすると力で落ちてっちゃうんですね。なのでどっちかというと引き上げていくっていう感じで抜いた方がやりやすいと思います。僕は引き上げるっていう感覚でいつも古いワインを抜栓してるんですけど、まあ、ここまでコルクが来れば、あ、すいません、ここまでスクリューが来たらコルクに引っ掛けて抜いていくことができるんで、このまま引っ掛けて上げていきます。で、この上げてる最中にもこうやってボロ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 ってこうコルク落ちていくんですけど、全然気にしなくて大丈夫です。下に外側に落ちていってますけど、内側にはコルクは落ちていないので、してこのままゆっくりゆっくり、ここでこう急いで開けるとまたコルクが中に落ちちゃったりとかするんで、ゆっくりゆっくり上げていきますね。こういう形でこうで、ここもうあと2、3センチだなーってなったら、このコルクスクリューでこうカッってこう開けるよりは指でつまんであげちゃった方がコルク落ちないです。こういう形でこうつまんであげてゆっくりこう回してあげると
綺麗に取れるので、はい、こういう形で綺麗に取れます。